ラディア・パールマンはアメリカのソフトウェア設計者でネットワーク技術者でありインターネットの母と呼ばれることもある。スパニングツリープロトコルの発明でよく知られている。DEC で働いていた頃に考案したものでネットワークブリッジ群の運用の基盤となっている。他にも STP の欠点を補うリンクステート型ルーティングプロトコルの一種トリルの設計や標準化にも貢献した。 バージニア州ポーツマスで生まれる MIT にて計算機科学の学士号、修士号、博士号を取得。博士論文は故意に引き起こされるネットワーク障害を考慮したルーティングに関するものだった。ネットワークについての教科書の著者であり、ネットワークセキュリティについての教科書の共同執筆者の一人である。2012年現在はインテルで働いている。 サンマイクロシステムズで働いていた頃だけで50以上の特許を取得した。MIT の学部学生だった頃、MIT 人工知能研究者のロゴ研究室で学んでいた。シーモアパパートの指導のもと、ロゴ言語の小型版トーティスを開発。1974年から76年まで、タートルという教育用ロボットをロゴでプログラミングすることを子供に教える研究を行い、 最も幼い子は3歳半だった。そのため、幼児のコンピュータプログラミング教育についてのパイオニアとされることもある。ありがとうございます。